名雲勝人です、はいえー、中天庭園という屋号で、はいえー、園芸サービス業をやっています。園芸サービス業はい。なんか目の前になんか見たことないのがいろいろ並んでますけど。<laughs> 土壌改良とか、はい、あの土壌調査をやった上での造園工事。うん をするような、なあ,あの仕事をしています。はいはい、オリジナリティという部分で、土壌に特化した。はい、あの事業を展開している。なるほど。個人事業主開業される前のもともとは、何をされていたかというと、はい。種苗メーカーの社員を、はいえー、やってたのと、はい、あとは、えっと庭師で開業する前に、えっと庭師で、あの。 修行を2年間今回ご自身でじゃあ起業されたっていう理由というのは何かあったりしますか、はい、ちょっと前職会社員の頃に、はい、あの精神疾患を患ってしまって庭師もアルバイト的な形で仕事をしてたんですけど会社員の仕事の仕方ができなくなってしまってでもうそういうことなら、うん、あのもう自分でやるしかないのかなっていうことで。 開業したような感じでするほどるほど、土にこだわった、はい、ご自身のもうお店というか、ご自身の特色としてその土にこだわったっていうところって何か理由はあったりされるんですか？はい、高校生の頃<お>農業高校だったので,はい、はい、で、農業高校でまあ授業を受けたりとか、はい、自分で畑を持ったりする中で、植物の生育に対しては土が最も影響力があるんじゃないかっていうことをちょっと。 体感してまして、あの、その後、東京農業大学に入ったんですけど、1年生の時からもう研究室行って、ずっと研究室に入り浸って、で、土壌のこと、分析のことから、土壌のことから全部教えてもらって、あと、正直僕、秋っぽくて、どこか一定のラインまで行くとやめちゃうんです。でも土壌学それがなくて、もうどこまででも、 ブラッシュアップしていけるい。ほうほう、深めていける。深めていけるし、うん、現場現場によって違う問題点でつまずくんです。ほう。なるほど。なんで結局、あやっぱり初心に、ね、帰らなきゃとか、こう、そういうのがも常に現場で起こる。飽きが来ないんですよ、ね。はいはいはい。で、大工事したからいい結果が出るわけではないんです、うん。なるほど。結局、その、ダメな要素をいかにして取り除いたかっていうことが大事なので。なんかもう、きりなく、 それができてしまいそうですけど、結構ごご自身今個人事業主としてやられてますよね。はい。うん、大変じゃないですか一人で何でも。大変です。大変ですよね。もう常に嫁嫁と子供に怒られて、まあもうある一定のところで目をつむってもらいながらあの何とかしてもらってるんですけど、家族は支えてくれてるので、あの感謝してます。なるほど。その中庭園さんでこれからの夢とかこの先どうなっていきたい。 10年ぐらいかけてのビジョンがあって新築したりとか家を受け継いだときに1本でもいいから自分の中で一番大好きなものを家の中ないしは庭先に植えませんかっていうのをやりたくて昨日治療に入るお客様から言われるのは治療が終わった後に 次の日玄関開けて、植物元気だと、よっしゃーってなるらしいんですよ。今日も一日頑張ろうみたいな。元気に過ごすために、自分の生活の近くに植物が一本あってもいいんじゃないかな。変化が当てるし、花が咲けば綺麗だし、植物に関しては常に フレッシュな状態でいてくれるわけだからそういうものがあれば、生活にも潤いが出てくるし、そういうことがなんかもう日常になるような風にできたら、それはまあ夢と言えるものなのかなというう思います。それが苦手ある必要もなくて。あ、そっかそっか。そう。だから何かしらの方法であるとそれが一番いいのかな。